スポンティロモルムスパンティラモロームは、細胞群体を形成する緑層の一族。ボルボックス化のものに似るが、細胞がゼラチン質に埋まっておらず、群体が棒状になる点で大きく異なる。個々の細胞はクラミドモナスに類するもので、ただし弁毛は全端に頭頂のものを4本有する。葉緑体は逆付き型で、ピレノイドはない。目点が1個あり。 収縮法が2個弁網の基部にあるが、目点を書くものもある。そのような細胞が8個ないし16個集合した細胞群体を形成する。その点で、ボルボックス化のものに類似している。はっきり異なるのは、個々の細胞に細胞壁があり、ゼラチン質をまとわないことで、群体は裸の細胞が集合した形となる。また、細胞が同一方向を向いて、 棒状になっている点も大いに異なる。日本で知られているエスクワターネリアムでより詳細な特徴を記す。この種では細胞数は16。細胞は卵形で後端部には短い余剰の突起がある。滅点は線形で1個、細胞の後方に位置する。細胞の配列は一定しており、すべて同一方向を向いた細胞が4つずつ輪を作り、 それが前後に4段並んだ構成になっている。輪を作る細胞は、弁網のある前端を寄せ合うようにしており、後段の細胞の前端には、前段の細胞の後端が被さる。細胞は、長さ20から25マイクロメートル、幅10から15マイクロメートル。最大幅は20マイクロメートル、軍隊の小道は50マイクロメートルになる。上の段と下の段の細胞群は交互に配置し、 上のものの細胞間に先端を突っ込むような配置となる。その配置については、寒天出のひつつみをけつくも、細胞の配列配定にしてらんれずとのこと。和名としては、岡田他では、エスクアターネリアムを、組ひげ回りとしており、仮名も組ひげ回りかを採用している。岡田他には、エスクアターネリアムについて、地消、溝などの小水域に現れると述べている。 内田にはかつて京都の街路の溝で多数発生したことがあると記されている。この種はヨーロッパ、インド、アメリカでも発見されている。生殖については無性生殖のみが知られており、全細胞が一斉に分裂して、それぞれ16細胞の娘軍隊になることで行われる。よく似た軍隊を作るものに、ポロボトリス属パイロバートリーズがあり、これは、 軍隊の構造はよく似ているが、弁網は2本である。この属には11種があり、有性生殖なども知られている。だが本属には2種が記録されているものの、有性生殖の記録もなく、培養研究もなされていない。そのためにこの属の存在に疑問が持たれてもいる。ボルボックス科とは、同じ目に所属させてあり、内田他には、本属の形が単細胞性の同類と、 ゴニウムやユードリナのような軍隊との中間にあたるとの考えを記しているが、現在では、系統的には異なるとの示唆が出ている。水野、高橋、P476, 岡田ほか、P23, 水野、高橋、P476, 内田ほか、P1740 引用部については、漢字は、現在のものにしてある。岡田ほか、p 十三内田ほか、 p1740 ビアズレー、内田ほか p1740 内田ほか p1740 水野高橋 p476 ありがとうございます。